おはようございます。2015年8月8日土曜日6時5分になりました。もう相変わらず暑い日が続いておりますけれども、京丹波町では昨日の夜から今朝にかけてはなんかほとんど気温が下がってなかった感じですね。なんか先ほどの明け方の5時とかでもですね、なんか外の気温が全然涼しくないというか、なんじゃこらっていう、もうなんか全然こう家の中も冷えないって感じですね。涼しくならない。いやどんだけ暑くなってんねん。なんか関東の方は少し朝方涼しくなってるような話ですけども、まあとはいえ、最高気温は37度とか言ってるので、本当もうあれですよね、37度とかになってくると体に触れるものが暑いっていうね、自分の体温より高いので、もうどういう状態やねんっていう感じですけど、長袖とか着てる方が逆に涼しくなってくるんでね、触れる空気の方が体温より高いっていうことになっちゃうので、もうだんだん普通温帯ではない、もう亜熱帯とか熱帯に近いような状況になってきてますけども、さて、今日はですね、 IT メディアから口コミでじわじわ人気、マイクロソフトの女子高生人工知能リンナ、 LINE 公式アカウント向けに法人提供ということで、ちょっとね、これは公式アカウントっていうのがなかなか公表されてなかったんですけど、あっという間になんか口コミで広がった、リンナという公式アカウント、 LINE のアカウントなんですけども、その裏がですね、マイクロソフトが開発した人工知能を搭載していて、で簡単な会話というか、まあ一方的に聞いたことに対して答えるだけなので、連続してこういろいろやり取りはまだできないようなんですけれども、そういう人工知能が動くアカウントがあると。でこれただ単純にデータがあってそれで答えてるだけではなくて、ディープラーニングとかをやってるらしいので、今後どんどんこういろんな会話のやり取りを覚えていってですね、賢くなっていくんじゃないかというふうに思うんですけど、まあどういうふうにこれね、仕掛けが作られてるかがまだよくわからないので何とも言えないところですけども、そうやってこうどんどんこう変わっていくと、いろんなものが会話というかですね、そのやり取りがこう成り立つ、雑談であってもこうね、やり取りできるようになる。だから一般的にその会話っていうと、どうもそのなんか目的があって会話コミュニケーションっていうふうに思うかもしれませんが、圧倒的にですね、人間の会話ってどうでもいい会話をしていることの方が多いんですね、雑談っぽいような話が。でその雑談ができるっていうのは実はすごく大事なところで、その目的があるとその会話の答え方とかそういうものっていうのがある程度こう予測できるというか、パターンがあってその中からこう答えていくっていうふうになるんですけど、雑談になるとですね、そういうものがまああんまりないので、そこでどうやってこう会話のように会話を成り立たせるかって実は非常に難しい話なんですね。で、それをこういうものを使っていくとですね、ディープラーニングでいろんなパターンをこう学習していって、でいろんなやり取りができるようになってくると、どんどんこう変わってくるんじゃないかなと。でそれでまたこれをですね、法人向けに提供していくということになると、いろんなものがサービスが、人工知能相手に喋るというか、まあ変なホテルというね、ロボットが対応するホテルができましたけども、あそこの会話はまだまだ人間が作ってるそのシナリオに基づいて、会話を作ってますけども、そういったものにプラスこういうその、人工知能での揺らぎというか、多少こう幅のある会話ができるようになってくると、ますますコミュニケーションも人間っぽくなってくると
いうことになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういう会話をですね、どれだけこのディープラーニングで吸収していけるのか、そのいろんなパターンをどれだけ学習できるのかにかかっているんだと思うんですけども、これがですね、ただまあよく言われるその人工知能で人間を超えるんじゃないかと言われるのと同じようにですね、こういうものも学習機能でどん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 いろんなパターンを学習していくと、人の会話以上に面白い会話ができるようになったりとか、どんなネタを振ってもちゃんとこうネタというか、どんな話しかけ方をしてもちゃんと対応していくというようなことになっていくとですね、ますますその人が会話する必要性がなくなっていくわけですね。で、大体その、なんていうのかな、今の人たちってその会話の相手を探していることがすごく多くて、でかつその、なんていうのかな、相手が不機嫌にならないようにするっていうのがめんどくさいので人と接しないというようなこともあるので、こういうものが広がるとですね、もっとこれまで以上に、まあ、今までも言ってますけれども、生身の人間と付き合うのがめんどくさいっていう人がどんどん増えていくと、もう周りはロボットだらけ、人工知能だらけ、そんなような世の中にますますなっていくんじゃないかなと、そんな気がします。さて、そんなところでもう6時13分になりました。今日は土曜日ですね。で、もうそろそろ来週あたりから夏休みとか入る方多いかと思いますけども、早い人はねこの土日ぐらいから あちこち帰省したり旅行に行ったりとかするんじゃないかなと思いますけれども、とにかくむちゃむちゃ暑いので、でもって局所的に雨が降ったりとかしてますので、その辺天気予報とかね気をつけてチェックしましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。